と書く世の中は、人付き合いとお金の関係は切っても切れないもの。プロレス界も同じく、もう少しお金を賢く使っていれば、日本のプロレス界も大きく変わったということで、今回は金銭感覚が狂っていた、もしくは派手だった8人のプロレスラーについて語っていきたいと思います。力道山。当時、総理大臣の名前は知らなくても、力道山の名前を知らない者はいないと言われた昭和のスーパーヒーローで、日本プロレスの父。性格は粗暴で破天荒。大相撲で関脇まで上って廃業したのも、金銭問題を含むトラブルが多くあったからと言われています。特に力道山は酒癖が悪く、暴力沙汰は日常茶飯事。時は昭和黎明期は SNS もない時代。金で表沙汰になるのを防いだと言われています。毎日のように飲みに行き、時にその日の対戦相手とも試合後、仲良く飲んでいたなどという話もあります。力道山はアメリカ修行経験から新しいもの好きで、当時は珍しいボーリング場、ゴルフ場事業にも手を出します。その他にも高級マンション、ナイトクラブ、そしてついには渋谷に力スポーツパレスという地上9階建てのプロレス常設会場も作ってしまいました。時に靴べらやゴルフクラブで殴ったりもしたが、力道山が自宅に呼んでいたのはアントニオ猪木だけで、猪木のいる前で事業の打ち合わせの話をしたといいます。そしてこのことがその後の日本のプロレス界を大いに左右したと思います。39歳で暴漢に突然刺され亡くなった時には、このように不動産の所有資産が多かったものの、その一方で多額の債務もあったと言われ、相続税は当時の貨幣価値で20数億円と莫大なもので、力道山の個人資産は全て国のものになったと言われます。豊昇。そんな力道山とタッグを組み、ポスト力道山と呼ばれていたのが豊昇です。力道山同様に大相撲出身の豊昇は、力道山亡き後日本プロレスの社長に就任し、豊昇時代を築き上げる予定でした。しかし豊昇の時代は一瞬で終わってしまいます。その大きな理由がギャンブルでした。豊昇は競輪、競馬、競艇などあらゆるギャンブルにはまっており、俺は馬子がわかると豪語するほどだったのです。時に競輪にドハマりしており、当時新人であった藤波辰巳に競輪選手になることを勧めるぐらいでした。さらに豊昇は大食漢としても有名で、握り寿司250貫を完食したり、山本虎鉄がラーメンを1杯食べる間に3杯目を注文していたりと、多くの逸話を残しています。ただそんな生活をしていて、お金が持つわけがありません。豊昇は社長である立場を利用して日本プロレスのお金を使い込むことに。当然そのことはすぐにバレて、吉村道明らに糾弾され、そのまま社長を退任することになりました。そして日本プロレスはジャイアント馬場の台頭もあり、豊昇は日本プロレスを退社するのです。その後はご存知のようにアントニオ猪木を担ぎ上げ、東京プロレスを立ち上げようとしましたが、うまくいかず、最終的にはプロレスラーを引退するのでした。アントニオ猪木。並外れた発想力と実行力で、後先考えずに行動する猪木。金に汚いというより無頓着と言われ、金を湯水のように使うプロレス界の大借金王です。前述したように力道山仕込みからか、事業にも次々と手を出します。まずはアントントレーディングという貿易会社を設立。アントンマテ茶、アントンナッツ、ひまわりナッツなどを販売するも、いずれも販売不振であったと言われます。事業で猪木最大の失敗は有名なアントンハイセル、モハメドアリ戦の9億円の借金、北朝鮮で開催された平和の祭典の2億円の借金と、桁が1桁違う16億円とも言われる莫大な借金を背負います。猪木の第2の故郷ブラジルで、サトウキビの搾りかすから生成したアルコールをバイオ燃料として活用するこの事業、所属レスラー、スタッフ、スポンサー、その他の人にも猪木は金を借りまくります。たまらず金の流れの正常化を願う山本虎鉄を中心としたクーデター事件が起こります。
この後テレビ朝日や佐川急便会長が肩代わりしますが、このあまりにも高額な借金の影響でタイガーマスクの引退、新団体 UWF の設立を引き起こしたとされます。このアントン・ハイセルさえなかったら、その後の日本のプロレス界全体が大きく変わっただろうと思う大事業でした。それにも懲りず、猪木は晩年、永久電気用発電機の開発研究に莫大な資金を投入し、新日本プロレスの経営にも影響を及ぼします。結局、永久機関であるはずの発電機は動かず、猪木曰くネジを1本締め忘れたと。猪木の頭のネジも締め忘れたような事件でした。猪木の莫大な金遣いがいろんな人の人生を巻き込み、むちゃくちゃにしましたが、全国に猪木信者が多いためか、幾度の絶体絶命のピンチもなんとか乗り越えます。元気ですか？元気があれば何でもできる、を字で言ったアントニオ猪木の金銭感覚です。輪島博史、日大相撲部から大相撲の横綱になった初の学士横綱。あまり下積み経験がなく横綱に上り詰めたため、人としての修行する時間と機会がなかったと言われています。相撲の天才と言われながら稽古嫌い。親方の娘と結婚しているにもかかわらず、年中飲み明かし、ホステスに入れ込みます。そしてついには年寄り名跡を借金の方にして相撲界から追放されます。そんな輪島に手を差し伸べたのが全日本プロレスのジャイアント馬場。38歳の高齢で1986年に全日本プロレスに入団します。この時の相撲界とのごたごたで、全日は両国国技館を使えなくなり、以降全日の大イベントは日本武道館を使うことになります。元人気横綱でかつ元親方のプロレス界進出はセンセーショナルで、テレビ視聴率にも大いに貢献します。デビュー戦のタイガージェットシンとの戦いは 23.7% の高視聴率。1980年後半から現在まで破られていないプロレス界での記録です。金と女にだらしない輪島も心を入れ替え頑張ります。一試合10万から20万円のファイトマネーと、相撲時代の頃よりも給料が落ちたにもかかわらず、真に額を割られたり、天竜にシューズの紐の跡がつくような情け容赦ないキックも浴びます。輪島の遊び方で言ったら、20万なんて一軒飲みに行ったら足らないぐらいでしょう。生まれながらにして大きくずれていたとしか思えない金銭感覚。約2年5ヶ月という短い期間でのプロレスラー生活。年齢からか、華々しいデビューとは裏腹にひっそりと引退します。天竜源一郎、プロレス界の豪傑で、酒の飲まないやつは信用しないというほどの酒豪。盟友のサラリーマンプロレスラージャンボ鶴田とは対照をなす生き方です。ウイスキーやビール、焼酎や日本酒など、その場にあったいろんなお酒を全部アイスペールに混ぜてみんなで飲み回すという天竜カクテルの伝説。天竜は大相撲時代から若手選手と飯を食べたり、飲みに行ったらそのお金を全部自分が払うのが当たり前という性格。もちろんファイトマネーだけでは足りないことから、馬場から給料を前借りしたりもしますが、それだけでは足りず、奥さんの牧代さんは質屋に通ったり、天竜がシリーズ遠征中家を開けた時、娘を連れて実家の店にアルバイトに行ったり、家族の苦労も絶えなかったようです。全日本プロレスの社長の座を約束されていたにもかかわらず、数億円で契約した SWS への移籍も、こんな天竜の豪快な浪費癖があったからだと思います。阿修羅原、東洋大学出身、当時社会人ラグビーの名門近鉄に入社、ラグビー日本代表にも選ばれています。近鉄時代、駅係員もしたそうで、大学、社会人を経験して現実そうな経歴ですが、プロレスラーになってからチャールズ・ブロンソンに風貌が似ており、女性にモテたそうです。悪いことに、天竜と天竜同盟を組んでから浪費癖に拍車がかかり、本来の見えっ張りな性格もあり、毎日のように後輩に大盤振る舞い。天竜譲りの無茶な酒の飲み方を覚え、借金取りが毎日のように全日本プロレスにも来たとか。馬場も初めは借金の立て替えもしてきたようですが、
この金遣いの荒さについに堪忍袋の尾が切れ解雇します。その後天竜に壊れて、本当に必要としてくれるなら源ちゃんに命を預けると言って SWS で復帰。天竜との関係は WAR まで続きます。人気映画の高倉健と小林稔侍のようなシチュエーション、男と男の熱い絆です。晩年地元長崎に帰り、長崎県諫早農業高校でラグビー部のコーチをし、財産と呼べるようなものはほとんど残すことなく68歳の若さで亡くなっています。リック・フレア、 NWA、 WCW、 WWE の世界ヘビー級チャンピオン、狂乱の貴公子、いつも対戦相手を引き立たせ、ギリギリのところでチャンピオンを防衛して観客を沸かします。リック・フレアは若い頃から金遣いの荒さは有名で、財布やポケットに現金があると使わないと気が済まない性格。キンキラのゴージャスなガウンを身にまとい、貴公子ギミックはまさしく昭和のレインメーカーでしょう。金の雨を降らせるということで NWA 王者として全日本プロレスに来日したとき、自分はトップの世界チャンピオンなのだから食事や酒をおごって当然ということで、赤坂の高級クラブに同僚の外国人レスラーはもちろんのこと、前日の若手レスラー、レフェリー、リングアナ、裏方まで連れて行って、翌日クラブから一晩で300万円以上の請求が来て、温厚なジャイアント馬場にもさすがにたしなめられたとか。フレア得意のオーノーと言って両膝をついて馬場に漆を買うたかどうかは知りませんが、世界チャンピオンとしての振る舞いでフレアはリング外の根回しとか外交が優れていると思いますが、それにしても使いすぎですね。安田忠夫、元小結、貴ノ富士。大相撲出身は金銭感覚が少し狂っているレスラーが多いですが、安田は飲む打つ買うのうち特に打つのが大好きな無類のギャンブル大魔王。輪島と同じく大相撲で所属していた九重部屋にたびたび極道まがいの借金取りが来ていたのも廃業の一因と言われています。その後家族と離縁するも、同じ借金王のアントニオ猪木によって覚醒、年末イベントでジェロムレバンナを破る大金星を挙げたり、 IWGP ヘビー級タイトルを獲得しますが、長くは続かず素行不良から新日本プロレスを解雇されます。競馬、競艇、パチンコなどギャンブルは何でもするようで、195センチ、130キロの巨体のため言っていたらよく目立って連絡されたようです。その後プロレス団体を転々とした後、石沢時光の実兄が経営する養鶏養豚場で働いていたりもしました。借金返済のためか2018年5月に YouTube チャンネルを開設していましたが、現在閉鎖されており、流浪の人生、ギャンブル癖、借金癖は治らず一向に懲りていないような気もします。いかがだったでしょうか。古き良き時代の大正昭和生まれのプロレスラーは金遣いも荒く豪傑ぞろいで、時にいろんなレスラーやスタッフ、裏方までを巻き込んで多くの人の人生を狂わせたり変えたりもします。強いてはプロレス団体の崩壊や新団体を設立し、他団体への移籍にも関与しています。今では倫理やコンプライアンスがうるさく、レスラーだからといって借金取りに追われたり、旅館や飲み屋をぶっ壊したら多めには見てくれないでしょう。それにつれて昨今のプロレスラーのスケールはかなり小さくなってきたようで、昭和のプロレスファンとしては少し寂しくもありますけどね。それでは今日はこの辺で、皆様ご視聴ありがとうございます。